まず振り返っていかがでしたか。そうですね、まずはゼロで抑えられていたかなと、はい、やっぱ首位ヤクルトのワインプロで抑えたのは大変なんですけど、はい、あとは木下がね、うまいことリードしてくれて抑えられたと思います。ヤクルトはちょっと今シーズン体調良くなって何かこう意識されたことがありましたか。まあ、やっぱり村上選手ですよね。前回登板のいいところで終わりましたし、なんとか村上選手を抑えないと勝利はないなと思って今日も言いました。はい、今森田さんに出ていたんですが、最初の打席が2回三振に切っての打席がありました。場内の皆さんもスタジオの方で見守っていましたが、大野さんはあの打席どんなことに意識づけたい、どんなふうに仕留めたいお考えだったでしょうか。まあ、やっぱり試合前のミーティングで村上選手に、どうやって抑えればという時間が一番長くとってますし、まあ、その中でいろんな、まあ、その本当に一球一球攻め方っていうのは変わるんですけど、その中で最後はインコースの落ち球で三振を取ることができました。それで今日はアリエル・カルティーという中で2番がたくさん点を取りましたね。まあ、本当に点を取ってくれるまでは、相手の高梨投手に対してボール出したりとか、ちょっとピリッとしないピッチングだったんですけど、まあ、そこから気持ちに向かいに変えて、先行を出さないぞであったりとか、攻めて気持ちがもう一回生まれたんじゃないかなと思います。大野さん、最後に本日のお願いします。ファーストでアリエル・マルティネス選手です。ナイスバッティングでした。打席が回ってきました。どんなことを考えて打席に入られましたか。少しでも一つでもね、取り返していけるようにやるチーム。